多分ね、はい、無理なんだよね、アトラ。っていうか、まだちょっと、まあ、完成とは言えないんですけど、まあ、調整途中ね。そうですね、はい、ちょっとフリ対面なんだけど、最初はグー、チャンケン、はい、最初に言い訳しとくと。じゃあ先行いただきます。守備力高いの無理だよ。さあ、そして先行ドローが可能になったんですよね。いきます、ドロー、うん、チャージ、ドロー、チャージ、アンドロー、うん、なるほど。悪くない。なんだと、悪くないだと、悪くないけど、ちょっと ゲージが足りない。じゃあバディコル、あ、バディコルじゃない、いきなりアレキサンドか、逆転じゃないのか、はい、逆転じゃないですね、はい、ちょっと読んでます、はい、はい、で、うん、アタックフェイズ、なるほど、攻撃的な方か、ちょっと攻撃的なんだ、ね、そうですね、バディコール、ボリ11、効果、登場した時、手札を1枚捨ててより、捨てたら防御を持ってくるね、デッキから、防御を1枚手札に加えます、もちろん持ってくるカードは、こっち軸だと結構待つというより攻める感じになるのかな、そうですね、もしかすると攻めるタイプになりますね、ね、まずい、非常に良くない。じゃこのミラー、どの道無理なんだよな、このパワー7000っていうのが無理なんだよ。じゃあ設置します、うん、ミラーズバレー、センター、あ、モンスター、プリズムドラゴンすべてモンスター、うん、破壊、手札に戻せなくなります、うん、で破壊されない、戻らない、で攻撃は全部真ん中にある、真ん中に行きます。ふざけんな、無理なんだけど、無理なんだけど、これもう一回シードル、なるほど、単一じゃないので効果使います、はい、捨てて防御を持ってくる、はい、そうですね、捨てこれ1ターン目としてはかなり順調なんじゃないですか。順調っちゃ順調ですね。でそっちゲージゼロなのが気になるところだね。そうですね、ゲージゼロなんで、ゲージゼロなんで、なんとか、いや、まあそうですね、まあ本当は武器を持ってきたいんですけど、うん、これにしましょう、アルドグラウンド、はい、なんだっけな、これもね、プラス1000センチです、ワンチャージワンドローするとダメージを受けたらね、ダメージを受けたら相手がダメージを、もうこれ逆転とは相性いいんだろうな。そうですね、ダメージ受けるからな、俺は。おそらくね、はい、ここで今8000です、8000、バトルあります、はい、3点で、まあ受けるだろうな、はい、続いて、効果使います、はい、レストして、先行だよ、スタンドして、うん、ソウルを入れます、ソウル貯めれるから、で、そしてこれソウルってデッキの上かな、全然してこのカード以外に君の場のプリズムドラゴンをレストする、レストする、なるほどなるほど、はいはいはい、そして、もう一回、効果、レストして、これ無理に、レストしてなくてもいいんですよ、うん、でスタンドさせて、うん、でそうだね、ソウル、うん、効果解決できなくても使えるんだよね、バディはね、でこれでそういうことか、終了、強いね、どう考えても強そうだね、ドロー、これで、ソウルが今3枚ですね。本当だよね。守備は8000だね。守備は8000です。これはね、これはよろしくないね。これはよろしくないね。しょうがないね。チャージ&ドロー。きつい。きついよ。加減、こう、回収、はい、サーチライト発動、はい、どっちだ、足らないんじゃないか、まあ、雷竜鬼神50秒、
これだったら8000円がす、まあ、一応素で届くよって言いたいところなんだけど、これが出ればね、コールで来力士50丸をゲージ2と2枚ソウルインでコールでですね、隠れ輪に使います、はい、こっち使っちゃったからこっちだな、こっちをドロップ大きいワンチャージ2ドロー、はい、足んないよ、コール、はい、これは突きかけるなら2回コールってですね、じゃあアタックフェイズに入ります、はい、じゃあ8000で1回目攻撃番、じゃあ攻撃受けます、うん、ソウルガード反撃とかあるんだっけ、反撃はないですね、はい、攻撃した時、はい、消化現象、はい、ライフ1洗います、はい、破壊されているのを使います、カード1枚引いて、はい、相手の場のカード1枚選び、その段中選んだカードの能力すべて無効化にしレストします、なるほど、うわーくつら、はい、じゃあらば一回ピシッ、ミラーズバレーの効果で、あ、そうか、真ん中になっちゃうんだ、センター、そうだそうだ、じゃあ意味ないんだ、いいんだ、スタンド効果消えちゃったんだもんね、そうですね、ドローチャージ&ドロー、これ崩れないな、ジェモロジスト、はい、で6以上なら使えます、ゲージ1貯めて、はい、サイズ3のプリズムドラゴンを、これ崩れないな、デッキをシャッフルします、こうやったら崩れると思う、はい、これ、はい、ありがとうございます、じゃあどかして2名コール、2名の効果、はい、サイズゼロの、こいつをコール、うん、コールします、なるほど、で効果使います、はい、手札を、反動がないね、でも手札を1枚捨てる、うん、そのために歩くのですね、わざわざアレキサンドを捨てます、うん、そしてそれを捨てアレキサンド時期面白いな、アレキサンドを捨てて待つだけじゃないから、そうですね、攻めます、まあでも攻めながらソウル増えていくから攻めるのにデメリットがないみたいな感じがある、そしてさらにこの2ダメージ与えるやつだけ、それそうですね、相手のファイナルフェーズ開始時にセンターにプリズムドラゴンを振るなら死んだかな、死んだかな、これ与える、きついな、どうやったらこれ突破できるんです、そして靴を、うん、ドロップゾーンのしまった、さっき1000円忘れたな、リズムドラゴンをカード1枚1000円1点は言えたね、こいつも1000円持ってるんだった、忘れた、あ、ですね、アレッキの効果でですね、うん、君はカードの効果でダメージを受けない、あ、なるほど、いや1000円は効果じゃない、あ、打撃ダメージ、あー、うん、残り、じゃあ残り9、はい、ライフコース、じゃあ、今これで今、1万1万です、はい、貫通持ってるんだっけ、貫通持ってます、じゃあ、バトル入ります、ちょっと考えますね、だって2回起きるって書いてあるもんね、はい、これ場のモンスターをレストして、そうです、場のプリズムドラゴンをって書いてあるね、そうです、つまり2回起きるって言ってるんだ、こいつもです、うん、これもプリズムドラゴン、あ、それもプリズムで3回起きるんだから、そうですね、4回攻撃できます、じゃあゲージ1払い、はい、次受ける、この単純受けるダメージずっと1減るよってずっと1、あ、分かりました、はい、じゃあアレキサンドでセンターのモンスターに攻撃します、うん、まあ、ソウル残す意味もない、じゃあ2点受けました、じゃあ効果発動します、はい、こいつをレストして、はい、スタンドしてソウル1枚入れます、センターに2点は、はい、分かった、効果、これ決まっちゃうな、スタンドしてソウル入れます、うん、センターに2点は受けた、効果、これ強いね、レストしてスタンドしてソウル1枚入れます、普通に強いね、そしてこれ単一も何も書いてないよね、そうです、単一もないです、うん、これで2点、うん、これが入れば受けた、はい、死にました、ありがとうございました。
そうか、でさらにプリズムドラゴンこいつら破壊されないんだよね、効果でね。そうですね、全部ミラーズバレーの効果で、これでなんか全体破壊みたいに言ってもこれ生き残るから。そうですね、カードの効果で破壊されるそうだよな、ね、そうだ、これは防げないな、うん、ありがとうございました。チャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。